ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今度、神社に行こうかなと思ってるんだけど、どこの神社に行こうかしら？なんで神社に行こうとしてるんだ？そりゃあ、決まってるでしょ。縁結びと金運と仕事運と。全部じゃないか。だって、願い事がたくさんあるんだもん。ずうずうしいにも程があるぜ。いいじゃない。だがな、中には怖い言い伝えのある神社もあるから気をつけた方がいいぜ。そうなの？ああ。誰でも知ってるような有名な神社が実は行ってはいけない場所だったりするんだぜ。それは知りたいかも。じゃあ今回は行ってはいけない日本の神社6選をお届けするぞ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。行ってはいけない日本の神社6選。1、神田明神。一つ目はあの平野正門を神様として祀る神田明神だ。あかりちゃんっていう馬がいるところね。そうだぜ。よく知ってるな。だけど、平野正門を祀っているとは知らなかったわ。平野正門といえば、東京の大手町にある首塚と呼ばれる場所が有名だ。自ら起こした乱により、命を落とした正門は、首をはねられ、晒し首となった。飛んでいった首は現在の首塚のあたりに落ちたそうだ。その強い怨念は凄まじく、恐ろしいたたりと言われる事件がいくつも起きたため、首塚近くの神田明神が正門の霊を供養し、神様として祀ったそうだ。その話を聞いただけでも怖いわ。日本三大怨霊の一人だからな。それだけじゃないんだぜ。神田明神と、千葉県成田市にある成田山新勝寺の両方を参拝するとたたられるという話もある。なんで？成田山新勝寺は平安時代に平野正門による乱が起きた時、それを鎮めるために建てられたそうだ。反対に神田明神はその乱により命を落とした正門を祀っている。つまり、この二つの神社は正門に対し、相反しているとされ、両方を参拝すると、正門の怒りに触れると言われているんだ。そんな、でも、わかったわ。どちらにしようかな、でどっちに行くか決めます。だからたたらないでください。数え歌で決めるな。だが、ちゃんと祈ればご利益は格別なんだ。反対に、悪い心を持った者は境内の落ちている木の実を持ち帰っただけで、体調を崩したという話もあるらしい。訪れた人の心の中も見透かしてしまうなんて、さすが正門様。邪神は捨てて、真摯に祈ります。そうだな。2、足立の念仏寺。二つ目は京都にある足立の念仏寺だ。すごいインパクトのある名前ね。ああ、足立の念仏寺はその昔、野ざらしになり、そのあたりに転がり朽ち果てようとしていた遺体を、平安時代の総空海が埋葬したのが始まりと言われている。仮装とか土葬じゃなかったの？ああ、足立の念仏寺の周辺は死体捨て場、つまり風葬の家だったんだ。敷地内には祭の河原と言われる場所があり、そこには無数の石仏や石塔がある。その数は8000にもなるらしいぞ。8000って凄すぎ。供養されない仏がかなりの数あるため、曰くつきの話も多くあるんだ。どんな話があるの？まず今言った足立の念仏寺の祭の河原は写真撮影禁止ポイントになっている。観光案内にも載ってる場所なのに撮影がダメって、映っちゃうってこと？かもな。いやー誰か助けて。叫ぶな。そして行ってはいけないと言われるのは墓地に上がる階段の両側にある竹林だ。特に左側がヤバいらしい。おかっぱの頭が浮いている写真が撮れたとか、鎧武者を見たとか、不可解なことが報告されている。もはや、夏にやる心霊番組じゃない。ああ。その他にも足立の念仏寺に足を踏み入れた途端、マイナスオーラを感じ、話せなくなったり、最寄りのバス停に着いただけで冷や汗びっしょりという話もあるぜ。うわぁ、怖いよー。泣くな。絶対行きません。3、穂高神社。3つ目は群馬県の穂高神社だ。この神社はマスコミに取り上げられて有名になった場所だ。たくさんの人が肝試しに来たことで荒れ放題になり、今では完全に廃墟になってしまったそうだ。最悪じゃない。遊び半分で行っちゃダメなのに。そうだよな。そもそもなんで、マスコミに取り上げられたの？マスコミに取り上げられた理由は、あるカップルが肝試しにこの穂高神社に訪れたことから始まったんだ。写真や動画を撮ったところ、不可解なものが映り込み、怖くなったカップルは、慌てて車に戻り、帰ろうとしていた帰り道に交通事故に遭い、亡くなってしまったんだ。それでこの神社にカップルの幽霊が出るという、噂が広まり、マスコミが番組を組むようになった。なるほどね。興味だけで心霊スポットに行くのは良くないのよ。そうだな。興味本位で行ったために、とんでもない目に遭う可能性もある。穂高神社では老婆の霊も写真や動画に撮られたり、本殿にある和太鼓の音が聞こえたり、あとはなんと言っても怖いのが、もったいぶらないでよ怖いじゃない。穂高神社を訪れた後、誰かに追いかけられるような気配を感じることだ。
え、ストーカー？追いかけられる感覚があるため、早く逃げなきゃと、無意識に車のスピードを上げてしまう。それで最初のカップルも交通事故に遭ったらしい。たとえ自分たちは大丈夫でも、影響を受けた家族や大切な人が事故に巻き込まれたこともあったそうだ。A 家族まで、マリサが巻き添えになるのが嫌なので行きません。私を巻き添えにするな。4. 出雲大社。四つ目はかの有名な出雲大社だ。出雲大社の神様、大国主の神には、国譲りの神話があり、大国主の神が君臨していた日本をアマテラス大神に献上するという話だ。なんだかスケールの大きい話ね。大国主の神は日本を譲ることに抵抗しながらも、自分の引退後は神々が暮らすにふさわしい、立派な神殿を建ててほしいという条件のもと、国を譲ることにし、アマテラス大神はこの条件を受け入れた。これが表向きの出雲大社の起源とされている。本当は違うの？実はこの国譲りの神話は平和的なものではなく、実際には大和王権という当時の政治権力が国を滅ぼしたとも言われているんだ。恨みを抱いた大国主の神の運用を鎮めるため、天皇の住居より大きな出雲大社を作ったという話だぜ。そうなんだ。根拠はあるの？まずはしめ縄だ。出雲大社の大きなしめ縄は有名だが、一般的なしめ縄とは左右が逆向きに貼られている。そもそもしめ縄には、神域と現世を隔てる結界という意味がある。その結界であるしめ縄を逆に貼ることで、怨霊である大国主の神を閉じ込めるとともに、自分はもう死んでいると自覚させているのではないか、と言われているんだ。出雲大社の大きなしめ縄に怨霊を閉じ込めるための意味があったなんて。そしてもう一つ南向きの拝殿に対して、大国主の神は西向きに祀られている。理由は大国主の神を参拝者に参拝させないようにしているためだ。そして参拝者の正面には神様が祀られており、大国主の神が祟られないように見張っている説もあるぜ。参拝するときは気をつけます。あと、出雲大社裏手の祭祀場遺跡にも気をつけないといけないんだぜ。ブロック塀に囲まれた石が円形に並べられており、大きな木が植えられている場所だ。そこへ足を踏み入れると体調を崩してしまう人も多いらしい。縁結びのために行こうとしてたのに、怖すぎる。行くときは気をつけないとダメだぜ。もう行きません。5. 育霊神社。5つ目の岡山県にある育霊神社は呪いが成就する神社として知られている神社だ。呪い？やばい神社じゃない、そんなのありなの？ありなんだぜ。呪いが成就すると言われる話は今から約600年前に遡る。育霊神社の本殿に落城を余儀なくされた城があり、城の姫と飼われていた猫が城から逃げ、近くの祠に隠れたそうだ。猫は姫を助けるために里に降り、食べ物をもらい、姫の待つ祠へ向かうが、途中敵兵に見つかってしまう。姫に忠実な猫だったのね、そんな猫欲しいわ。霊夢は姫じゃないから、無理だぜ。育霊神社は猫を祀る神社でもあるんだ。猫は姫を守るため祠へは帰らず、敵兵をまこうとしたが、猫は敵兵に捕まり、殺されてしまった。翌日死んでいる猫を見つけた姫は悲しみのあまり自殺してしまう。これを聞いた姫の父は怒り狂い、猫と姫の祠を作ってその前で敵兵を呪ったんだ。すると、猫を殺した敵兵が次々と来る意地にしたそうだ。だから、呪いが叶う神社って言われてるのね。でも呪いに来てる人ってリアルにいるの？実際呪いを行う人は後を絶たないそうだ。ちなみに呪いの方法は牛の刻参りというものだ。牛の刻、午前2時前後に神社のご神木に呪いたい相手に見立てた藁人形に釘を打ち込む。真夜中に一人で神社に行く時点で怖くない？そうだな。夜中に普通行かないからな。育霊神社は呪いを成就する神社でもあるが、かけられた呪いを跳ねのけ、呪われた人を助ける役目も担っているんだ。じゃあ呪われても安心。いや、呪われないように気をつけなきゃダメだろ。六道珍王寺。六つ目に紹介するのは京都にある六道珍王寺だ。ここは冥界に通じる寺として知られ、門の手前にはあの世とこの世の境界線であることを示す、六道の辻という石碑が立っているんだぜ。六道って何のこと？六道っていうのは地獄道、ガキ道、畜生道、修羅道、人道、天道の六つを表している。因果応報によりこの六道を輪廻転生すると言われ、六道珍王寺の境内のあたりが六道の分岐点であり、そこには冥界に通じる入り口があるとされている。冥界に通じる入り口？どんなものなの？昔、ガキ道に落ちた母を救うために、地獄に通い閻魔大王に交渉していた人がいた。その時に使っていたのが冥界に通じる井戸だ。なんだか犬夜叉みたいなことになってない？あれは過去と未来だけどな。
また、あの世からこの世に戻るときに使う蘇りの井戸もあるぞ。蘇りって映画みたいじゃない。ちょっと体験したいかも。ただ冥界に通じる井戸の方は心霊現象が起こるため、覗いたり、写真を撮ったりすることはできない。蘇りの井戸の方なら近くで見れるが、寒気がする人もいるらしい。かなり興味あるわ。昔、飼ってたハムスターのハムちゃんにも会えるかしら？随分と安易な名前だぜ。また冥界まで響く鐘というのもあるぞ。亡くなった人はこの鐘の音の響きに応じ、この世に呼び寄せられると言われている。じゃあ鳴らしに行こうかしら？ってことで、今回はちょっと怖い言い伝えのある神社を紹介したぜ。霊夢はどこの神社に行くか決めたか？どこも怖すぎて神社行きづらくなったわ。でも、幸運は欲しいです。だから、マリサ一緒に行ってくれない？普通にお参りする分には大丈夫だから、一人で行ってきてくれ。一緒に行こうよ。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあ、最後までご視聴いただきありがとうございました。